今回ひどかったのは、まあ、防衛費のですね大幅増を5年で43兆円というものを出しながら、うん、岸田さん、ほとんど中身を説明しなかったですよね。うん、要するに具体的な話を全然しないで、はい、まあそれは防衛上のね秘密に当たるというような趣旨のことばかり繰り返して。それが一番の問題ですね。うんえまあ他にもありますけどね。そ、うんうん、それで一体そのお ああいう予算を提案する予算あの政府の方も、うん、その予算っていうのは本質的にどういうものかとおそれから攻める野党もねそのもちろん憲法にそのかなってるかどうかというそこのところい一番問題でしょ。ですからその特に防衛費の問題はそのよお金の出所をどうするかっていう 具体的な議論ばっかりでね、うん、ああいうその安保3文書の中のが憲法なり日本の,その国の国いますかなりにあの許,され許されるものかどうかとそれから国会の権限っていうものがあるんですよ。そのことにってどの党も触れてないんじゃないですか。ああ全部見てるわけけじゃないですけどね 確か自衛隊法にはね、防衛出動には国会の承認が一つ書いてあると思う、うん、76条がなくて。かねはい、そうすると、あの問題には、ね、特にね、うん、敵基地攻撃能力,力っていうのはね、防衛出動でしょ。うん、あれは防衛出動でやるのかどうかという問題もあって、憲、うん、法違反の話でしょ。うんうん、その自衛隊法の,その国会の承認がなければ、 上行動できないまああの事後了承というあの抜け道はありますけど、ね、それにしてもねそこの原点というものをね国会の権限に基づくねそのお三文書のその憲法上の可能なその法理をね聞かないじゃないですかあるいは聞くことについて何かちょろっと言われたら。 はい、そうですがね。反論しないじゃないですか。そうですよね。まさにそういう国会が一番ちゃんと権限を握っていて、まあ、国会の最高機関であるし、防衛指導の76条の部分もあるし。だからこそ、きちんと説明してもらわないと、それは承認もないもできないですよね。で、説明しない場合にはね、その説明、説明させる。あの、手段があるんですよ。それは。各党がよって。あの、いや。 野党ならよ野党がその共通な認識を持ってその決議とかねそういうものを要求すればいいんですよ。決議、ええ、それで決議が通らなければねこんなその当然のことを言ってる決議を与党が潰したということを国民に訴えてねなるほどその不合理性をその国民に理解してもらうっていうのは国会でしょう。うババラバラでね なんか賛成してもいいようなとこもあるし条件付きのとこもあるしそれからまだやれまだやれっていうとこもあるし、うん、その野党がバラバラっていうのがやっぱり立憲,立憲も国民民主も維新、まあ、はもとよりそうですけれども半ば結構賛成してる部分があるから <laughs> なんというか強い態度に出ないって感じがありますよね審議を見てもね。 まあ野党の問題が分か手てのように野党一致でやるんじゃなくて、維新と立憲が国会内の提携してるでしょ。うん、ここにその根本的な問題があるんですよ。うん、安保法制だって憲法論だって違うわけだから、維新と立憲ってのは。で、維新と立憲がそのお国会内の共闘をやると協、協力してやると。 いうこと、あれ、立憲は党大会、なんか、で決めたんですかね。いつの間にかやってる感じですよね。<laughs> ただ、あの、だから、敵基地攻撃能力というところでは。それこそ、立憲の、安保外交委員会、これ、あの、秋葉さんが、えっと、担当。座長ということですけれど、この中で、すでに、七割八割が、敵基地攻撃は仕方ないと。 いう風になってしまってるっていう、だからこの立憲の右と左が相当こう、だいぶ違う方向を向いてると思うんですけれど、そこがこうまとまりきれてない。だから今回本来は、敵基地攻撃能力を認めるのかっていうところから、本来国会がスタートしてほしかったなと思うんですけれど、そこが完全に、なんていうんですかな、一部立憲は、まあこれは仕方ないって、後藤祐一さんの質問なんかもそうですよね。まあある程度の敵基地攻撃能力は仕方ない。だけど、 持ち好きじゃないですかトマホークでも人,人にしきでもって言っていてこれをまさに憲法9条とか専守防衛の概念の中で憲法違反じゃないのかっていうなぜそうできないのかっていうところが私も聞いててこうもん,もんとするんですけれどその現現地のほうが、ん、結局台湾有事があるのかないのか、うんはい、これをどういうふうに認識するかっていうこと現実の問題があるわけでしょ。 いかにもそのマスディアでは台湾有事が目前ウクライナの次にあるようにこのシムゲッやっるよね与党が,与党がそれで野党のかなりな部分も国民もそう言われりゃそうかなっていうふうにねはっきり言って騙されてね <laughs> 絶対に私はそういうことはないと思いますよなるほど。そのええ、台湾有事はない すぐ迫ってるといことはないと。それ,それは、あの、専門家の話。ええー、まともな専門家の話を聞けば、はっきりしてますよ。うんうん、だって、えー。中国の軍事も、免事も含めて。半導体の七十パーセントは、だ、やんじすくってるんでしょ、うんうん、はい、はい。そうですね。そこ現実問題。うん、で、アメリカが、その、その中入ろ、入、え、る、ー、うえ、ぞ、増床が、なっていう話、あるわけですよ。うん、それから、その。経済問題では。 もう中国経済とアメリカ経済ってのはかなりダブりやってきてるわけでしょ。それから中国の特徴として、華僑という、うん、あの人たちが特にアメリカにはいるわけでしょう。うん、この人たちがアメリカの経済いない手で,でしょ。それから、まあ、あの聞くところによると、以上下両,両議会の議員のこの政党、うん、的な政治資金ってのはそういうところなん そうなんですよね実際は。それがなぜこう、もう年明けから、えー、2プラス2が始まって、えー、バイデン、岸田会談が始まって、まあ、友人は一緒に頑張ろうみたいな話になり、こう軍拡予算も国会の審議の前に決まるみたいな、その軍備のことばっかりが、まあ、メディアもそうですけど、強調されていて、その内実を知れば知るほど、本当にやるのかと、できるのかとしかも防衛庁のね、 しっかりとした官僚のね、幕僚長とかね、そういうのをやってた専門家が数人がね、ふざけるなと言ってるわけですよ現場の話を何も聞いてないでいう、自衛隊の中で、それから外交官の先輩の人たちでも非常に田中仁さんなんかでも慎重でしょ。ねねそのの官僚優秀な 官房副長官やってたとかねあの保守局長官やってたという人たちが注意してるわけでしょ。うん、で要するに、えー、ウクライナ問題なんかでもそうですけど戦争の専門家ば,ばっかりだしていついい危機があるか分からんというようなね、うん、あの煽りをやってるわけでしょう。うん、で現代の戦争の原因っていうのは何かと。うん、いうことに対するその国民的コンセンサスがないからね、うん、こんなになっちゃうじゃないですか。うん かつても似たようなあおってるなーって外からのこう空気も含めてアメリカの言,う言いなりになってるなーとかっていう同じような国会の空気ってあったことありますかいやーねー結構やっぱり、あのー、小渕さんまではね自民党の政権でもね、えー、しっぱれてましたよああアメリカに言われてる、ね、アメリカの要求をね。 戦場されててねある種のコンプレックスさ日本も持ってますけどね、うん、だからその今この21世紀に始まった新しい戦争の性格、うん、でそれに対する各国の対応っていうのはどうかというその基本問題の認識がねやっぱり国民の中にもそれから国際的にも一定のその コンサスがないと解決も何も何できませんわね、うん、今おっしゃってた小渕さんまではねいろいろアメリカに言われても要求を突っぱねてたと聞いたふりして聞かなかったりとか、まあ、うまくやってたって話だと思うんですけど以前の平野さんが付き合ってきた歴代の自民党の総理とかですねいろんな方に、ね、あの非常に近いところで使えてこられたわけですけれどもアメリカの要求に対する感覚、まあ、田中角栄さんもそうですし福田武夫さんもそうですし。うん ね前尾重三郎、ね、衆院議長もいますしどういう感じだったんですか先ほど尾渕さんと話をされましたけどあの尾、ー、渕さんの場合にはね結構あの地雷の問題やったあ,<ー>あれアメリカに危険 <laughs> 悪かったからね<ー>地雷撤去運動、うん、彼はこれを一つのライフワークにしてたからね、うん、戦争に対する結構冷めた アメリカの通りじゃないのというあ<ー>あ,のあれがあったんですよそれからね、えー、海部さんの時はね、えー、これはあのお、まあ、ほとんどそのあ小沢さんがやってたんですけど、うん、アメリカ側がね結構その冷戦直後でねあの国連中心主義でね沖縄、うん、の,の基地問題なんかもアメリカの方がね、うん だったんです沖縄のね、95年の問題とかあ,、ね、あ,あったんですよ。うん、それからね、えー、竹下さんの時はね、あのそういう軍事的な問題じゃなくて、えー、携帯的な問題でね、例えば、あの携帯電話は小田さん、話をつけてきたけど、うんあの、建設、建築関係のったとすっぱりだからね。 なるほど,るほど小沢一郎さんはどういう感、アメリカに対する対米感ってどういうか彼はね、えー、アメリカのいいところと、アメリカの悪いところとっていうことをよく分かってて、<ー>アメリカのいいところについてはね、あのしっかりと説えてます。それはあのジョン,マンジローが やっぱり日本海国のあれを作りましたあのベースを作りましたからねジョン万次郎の会の会長だからあなるほどだからそのアメリカの草の根デ,デモクラシーをやってる人たちは小沢、うん、さ,さんはよく理解してますよ、うん、ところがその、うん、軍か艦共同体の方はそう <laughs> はいかんかわけで。 その、アメリカの前に、あの、うん、大統領が変わると。よ、その各,各省庁の、その官僚の、養殖も全部変わるでしょう、うん、そうすると、前の、その考え方なんか、継承できないんですよね。ああ、ガラッと変わるますよね。そこら辺がちょっと、日本と違う、あの、うまくいかないところなんですけどね。うんうんうん